どうも、コードくんです。ランニング基礎情報 AT 水準について、はい、ということでですね、前回も同じような動画を上げてるんですけれども、前回は VO2 MAX とはそもそも何ぞやというところでですね、どうやって鍛えるかみたいな話をですね、論文から紹介していました。で、今回はですね、続きまして AT 水準っていうのを紹介していきたいと思います。いや、 AT 水準とは何ぞやというところだと思うんですけれども、前回紹介した VO2 MAX は心肺機能と、今日紹介する AT 水準、まあ我慢強さみたいな、ある程度速いペースを維持する力ですね。そしてランニングエコノミー、どれだけ省エネに走れるか、実はこの3つの指標から、マラソンのフルマラソンの予測タイムを大体8割ぐらいの精度で出すことができると、実は論文とかいろんな研究でですね、解き明かされています。まあ実際にですね、僕がいた前職の RS ラボっていうところでは、科学的にあのデータを測定して、フルマラソンの予測タイムをそこから出しておりました。そして今回ですね、じゃあその AT 水準をどうやって高めるかっていうところとかっていうのを、まあ、また論文とかも絡めながら、そしてトップ選手もめちゃめちゃやる練習なので、そのトップ選手の練習とかも紹介しながらいきたいと思います。ということで、まず AT 水準とそもそも何かって話なんですけど、アナログキュッテルスドという、やつですね。はい、ちょっとすみません、わかりませんでした。はい。まあ、日本語で言うと、無酸素性作業域地です。はい。まだわかりませんね。はい。これもうちょっとわかりやすく言うと、要は AT 水準っていうそのポイントっていうのが、乳酸が急激に蓄積し始めるポイントということになっておりまして、イメージ的には、こう、きつさが、まあ乳酸がどん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 こう走ってペースが上がっていくとどんどん上がっていくんですけど、その乳酸の AT 水準のポイントを超えると、一気に乳酸が上がるというような、ポイントになっております。それが AT 水準ですね。なので、まあ簡単に言うと、きつくなるペースのポイントですね。だから、まあよくあるのが、例えば、キロ4までなら走れるけど、キロ4超えると一気にきつくなるんだよね、みたいなのが、まあ大体その AT 水準に当たるかなと思います。まあ皆さんも大体、このペース超えるときつくなるなっていう、ポイントを AT 水準だと思ってもらえれば、まあ大体 OK かなと思います。はい。で、これ、まあまた別の側面で言うと、まあその、AT 水準までがどっちかっていうと有酸素運動をメインで体を動かせているんですけど、その AT 水準を超えるとそこからはどっちかっていうと無酸素運動が優位になってしまうというような感じになるので、まあ皆さんもなんとなくわかると思うんですけど、有酸素運動ならまあなんとなくこう運動して体を動かせるけど、無酸素運動、まあダッシュとかに近いですよね。無酸素運動が割合が増えてしまうと、まあ、どんどん体が動かなくなるというようなポイントになっております。で、そのポイントっていうのが、まあ、要は体って、運動すると、まあ、どんなスピードでも乳酸って、どんどん出ていくんですけど、その AT 水準を超えると、乳酸が一気に出てしまって、体が処理する。それまでは乳酸が出ても体の中で何とか処理して運動できてたんですけど、乳酸のポイント一気に超えると、一気に乳酸が出て処理しきれなくなるというようなポイントになっております。はい。で、それを超えると一気に乳酸が急速に蓄積してしまうので、まあ一昔前だと乳酸って悪者みたいな、運動したら乳酸が溜まって体が動かなくなるとか、そういうなんか乳酸はイコール悪みたいなイメージだったと思うんですけど、実はその乳酸って悪いものではなくて、まあむしろいいものというか、運動したら出るものなんですね。はい。で、その AT 水準を超えると、一気に乳酸がたくさん出てしまうと。はい。まあ、絶対運動するから乳酸は出るんですけど、まあ、たくさん出るイコール、じゃあ乳酸って悪だってこう、まあ、今までは思われてたんですけど、そうじゃなくて、あくまで運動した後に出る現象なので、乳酸が悪っていうよりかは、運動したらめちゃめちゃ乳酸は出ますよ、というような感じで、考えてもらえればと思います。まあ、だから乳酸がたくさん出てるイコール、まあ、しっかり追い込めてるみたいな、イメージでもいいかなと思います。で、まあ簡単に言うときつくなるポイントなんですけど、まあいわゆる市民ランナーさんで言うと、域地層とか、域地っていう感じで、覚えてる方も多いかなと思います。まあほぼほぼ同じような意味なので、まあ域地イコール AT 水準だと思ってもらって構いません。ということで、まあ乳酸とは何ぞやという話したんですけど、まあ簡単に言うと、まあきついペースですね。
はい。ということで、じゃあ、実際の、どれぐらいのペースなのかっていう目安をですね、紹介していきたいと思います。まあ、あくまで目安なんですけど、まあ、大体で聞いてもらえればいいかなと思います。まあ、初心者ランナーさんで言うと、大体サブ4からサブ 4.5 から、まあ、以降の、方っていうのは、大体心拍で言うと150から160ぐらいのペースが、意外と行き地だったりします。で、まあ、前回紹介した VO2 MAX、まあ、最大のスピードですね。最大の、例えば1キロを最大のスピード3分で走れるみたいな、人で言うと、だいたいそれの60から 70% ぐらいのペースが、だいたい行き地になってくるので、まあ、結構初心者さんとか多いのが、もうすごい息荒れるまで追い込んじゃうみたいな人も多いかなと思うんですけど、意外と行き地ってちょっと遅かったりとかして、具体的なペースで言うと、まあ、サブ 4.5 を目指す人であれば、だいたい5分40秒ペース。サブ4を目指す人であれば、だいたい5分20秒ペースぐらいが行き地になってくるので、まあこれを見て、まあ自分は本当にサブ4ぐらいのペースなんだけど、結構5分まで上げてたみたいな人は、意外とそこまで上げなくても練習の効果としては十分得られるので、まあペースもしくは、まあできれば心拍を見てもらっていいかなと思います。続きまして中級ランナー。まあ大体サブ4からサブ 3.5 ぐらいまでのランナーさんで言うと、大体心拍160から170ぐらい。で、さっき言ったその最大速度に対する、まあ、大体70から 80% ぐらいのペース、だと思ってもらっていいかなと思います。で、サブ 3.5 ランナーで言うと4分40秒ペースぐらいが、行きそうになってきます。はい。そして、上級ランナーですね。まあ、大体、サブ3からサブ3をもう超えてるよっていう人で言うと、大体心拍170から180。で、最大速度の80から 90% ぐらい、が、まあ、で、まあ、追い込める人は、大体それが目安になってきます。で、この、追い込める80から 90% っていうのは、まあ、一応上級者向けっていう感じにはなるので、まあ、大体、体感で言うと8割ぐらいが、いいかなと思います。まあ、僕も実際ですね、まあ、一応マラソンのベストで言うと2時間22分で、まあ、今だと多分2時間半ぐらいのペースかなと思うんですけど、まあ、僕の2時間半ぐらいの走力で言うと、まさに、行き地っていうのが、まあ、心拍で言うと、175から180ぐらいの間ぐらいが、結構ちょうどそのあたりでして、まあ、この前も10キロ、ペースをしたんですけど、まあ、3分25とか、3分30ぐらいですかね、3分30切れるかなぐらいの、ペースでやっておりました。まあ、だから2時間20分のランナーからしたら、まあ、3分20秒がペース走なので、まあ、それよりプラス10秒ぐらい遅いというような感じになっております。はい。で、ちなみに、まあ、もうちょっと正確な、測定方法を知りたいっていう方で言うと、まあ、一番、割と有名なのが乳酸濃度を測る、測定。でも結構プロランナーとかやってるのが、その、行き地走とかをした後に、指に、ちっちゃい針で血を出して、その血から、どれぐらい乳酸が出てるかっていうのを検出して、で、その乳酸がだいたい4ミリモルぐらいが、行き地走の、まあ、いいペースだというふうに言われています。まあ、あと、やりやすいのが、トレッドミルで、例えば、1キロごとにどんどんペースを上げていってもらって、で大体8割ぐらい、まあ1キロ行かなくていいか、まあ1分ごととか2分ごと、まあ2分ごとぐらいですかね、ペースをどんどん上げていってもらって、大体まあ体感で8割ぐらいのきつさになったところっていうのが大体行き地ぐらいの、ペースになってきます。まああと、まあ一番わかりやすいのがハーフマラソンペースぐらいですね。はい。まあハーフマラソンを走った時の平均ペースぐらいを、まあ、行き地走だと思ってもらっていいかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、ざっくりと概要を紹介してきたんですけど、じゃあどんな練習がいいかという話ですね。はい。まず一つ目がテンパ走。テンポ走。まあ、いわゆる行き地走ですね。はい。これが一番オーソドックスかなと思います。で、まあ、時間で言うと大体20から30分ぐらいが、いいというふうに言われているので、まあ、普通のランナーで言うと、まあ、5キロから6キロぐらいが、まあ普通の行き地走。で、まあ結構トップ選手とかだと、10キロぐらい。はい。まあほんと3分ぐらいが行き地走みたいな、人もいらっしゃるので、まあマックスでもまあ10キロぐらいかなというような感じになるかなと思います。はい。だからそれよりももうちょっと速いペース走る、長い距離走るんであれば遅いペースで。だから12キロとかを行き地走でやりたいときは、もう少し、ペースを落としてもいいかなと、思います。そして、インターバルですね。はい。実は、まあ、インターバル、特にロングインターバル系っていうのは、AT 水準を向上するというふうに言われてまして、まあ、例えば、800メートルを、ランニングして、400メートルをジョグでつなぐ。これを、まあ、5本からマックスでも10本ぐらい、
行うと AT 水準、向上するというふうに言われております。あとは例えば2キロ走って500メートルジョグでつなぐを4本、まあこれでだいたい10キロぐらいですね。はい、10キロぐらいとか、あとまああと論文で紹介されてたのが、4分間走を4回、まあだから何キロぐらいですか、まあ 1.5 キロとかを、4本を週3回で8週間続けたっていう論文があるんですね。でその結果ちゃんと AT 水準が 10% ぐらい向上したというふうに言われてるので、まあ、あのインターバルも、まあ、全部こう練習メニュー紹介してますけど、まあ、AT 水準をしっかり高めようと思ったら、大体2ヶ月ぐらいはやっぱかかりますよというような感じになっております。はい。そして、あと M ペース走ですね。はい。意外と、その、域地ってさっき紹介したように、心拍とかペースを結構上げないといけないのかっていうと、まあ、そうじゃなくて、結構16から20キロぐらいの距離を走るのであれば、まあ、案外、マラソンペースぐらいでも、しっかりと、域地 AT 水準っていうのは高められますよと。はい。そして、まあ、一番やりやすいのが60分をビルドアップ走で走るような練習になっております。まあ、さっきから紹介してる、こう、域地走とかインターバルってちょっとこう、敷居が高いというか、結構今日は頑張ろうみたいな感じじゃないとなかなか練習しにくいと思うんですけど、60分ビルドアップ走の場合で言うと、こう20分ごとにペースを分けて、最初の20分間は、ま、6割ぐらいのアップペースで走って、で、その後の、20分をちょっとペース上げて、まあ、全然人と喋れるけど、ちょっときついかなぐらい。で、残り20分をしっかり行き地層まで上げるというようなビルドアップ層っていうのが、まあ、一番自分の体調に、合わせやすいかなと思いますので、まあ、それもお勧めしております。はい。ということで、ま、いろいろと、紹介してはいるんですけど、まあ、結構前回の VO2 MAX 高める練習と近いかなと思います。ということで、最後に注意点ですね。まあ、まず注意点としては、さっき言ったように、VO2 MAX の練習と近いので、できるだけ週2回ぐらい、まあ、できれば週3回、いろんな刺激を与えてあげるようにしてください。例えば、まあ、前回紹介したような、インターバル、VO2 MAX 高める400のインターバルも、前回とか紹介したと思うんですけど、じゃあ400のインターバルを、やって、同じ週に800のインターバルもやって、で、また、坂ダッシュみたいな、なんか短めの練習をバンバンやるっていうよりかは、どっちかっていうと、例えばインターバル系のトレーニングやったら、次はペース走系のトレーニングやって、で、その次はロングランとか、M ペース走、マラソンペース走みたいな、そんな感じでですね、こう、うまく、刺激を分けてもらうのがいいかなと思います。で、あと二つ目がですね、負荷が結構高いので、まあ、体感8割ぐらいまで、追い込んでもらえれば、全然 OK かなと思います。なので、まあ、前回の VO2 MAX みたいに、まあ、最後オールアウトするみたいな、もう全力を出すみたいな感じよりかは、ちょっときついな、まあまあきついなっていうのをできるだけ、粘り強く、やってもらうような感じになりますので、例えば、行き地走、30分間走を本当は、やる練習だったのに、ペース早すぎて20分で終わってしまったみたいな、っていうのは、ちょっと逆に練習効率が低くなってしまいますので、ちゃんと、最後までやりきれるペースで、走ってもらうのがいいかなと思います。はい。で、あとですね、二つ目が、上げすぎても良くないということで、まあ、特に、こう、さっき紹介したのは、こう、サブスリーランナーなら、行き地は4分とかっていうのが、まあ、一応目安ではあるんですけど、結構その日の体調とか、疲労度によっても変わるので、なんか、ペースに、こう、合わせるっていうよりかは、どっちかっていうと、終わった後の、こう、心拍を見てもらって、まあ、その心拍をちゃんと追い込めてたかどうかっていうのをちょっとある程度目安に、してもらっていいかなと思いますので、ペースをメインっていうよりかは、自分の体感8割プラス心拍を、気にしてもらうといいかなと思います。はい。そして3つ目がですね、暑さに左右されやすいということで、まあ、これから夏になってくるんですけど、夏になると心拍ってめちゃめちゃ上がりやすくなるんですね。なので、特に初心者ランナーさんとかは、普通のジョグで、多分さっき紹介した心拍160から170になってしまうと思います。はい。だからそういう時は、もうジョグで大丈夫です。だから意外と、普通のジョグとか、ちょっと早めのジョグが、意外と行き地層になってたりするので、夏場っていうのはそこまで無理せずに、特に例えば、3月とか、冬のマラソンの時とかだったら、1月2月にしっかりとさっき紹介したような行き地の、ペースを、できるだけやってもらうと。で、この夏場っていうのは、域地のペースっていうよりかは、心拍とかを目安にしてもらっていいかなと思います。はい。
で、そして最後にですね、できるだけ毎週行うということで、まあさっきの論文の紹介もあったように、こう、何か目的があって、こう、例えば VO2 MAX とか AT 水準を高めたいっていう時に、一回だけの練習では効果は、まあほぼありません。はい。まあほぼ、こう自分の、なんていうんですかね、自己満みたいな感じで終わってしまって、やっぱり体ってそんなすぐにはなかなか成長しないので、まあ、筋トレと同じで、一日筋トレしただけじゃ筋肉でつかないように、心肺機能とか、この AT 水準もですね、まあ、やっぱ大体2ヶ月から3ヶ月ぐらい、鍛錬に必要になってくるので、まあだからさっき言ったように、特に夏場っていうのは、心拍目安に練習を何度か継続してもらって、で、マラソン本番、まあ11月マラソンなら、11月マラソン大会の大体2ヶ月前ぐらい、まあだから9月の終わりぐらいから、10月ぐらいはしっかりと、この VO2 MAX とか AT 水準を高めようと思って、練習を、しっかりとメリハリ、ポイント練習のメリハリをつけてもらって、で、本番に臨んでもらうというような感じになりますので、まあできるだけこう練習を、継続して、で、それぞれの練習にうまく、まあ、意図を持ってもらって、やってもらうのがいいかなと思います。ということで、まあ、ちょっと分かりづらい、分野だったかなと思うんですけど、まあ、AT 水準が高いランナーほど、まあ、本当にハーフマラソンとかマラソンの結果が早いというような結果になっておりますので、まあ、ぜひですね、前回紹介したような VO2 MAX、まあ、1キロの TT、1キロ全力ならめっちゃ早いんだけど、ハーフマラソンになると、1キロのペースに対してすごく遅くなっちゃうみたいな。人っていうのはこの AT 水準が足りてないかなと思いますので、ぜひトレーニングしてもらえればと思います。ということで、まあ、また次回はですね、まあ、この流れで言うとランニングエコノミーを、ちょっと紹介したいと思いますので、まあ、そもそもランニングエコノミーどうやれば、鍛えれるのかとか、まあ、そもそも何かとか、結構シューズによっても変わりますよみたいな、そんな話とかも、できればなというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。ではまた。